Thank you.
をしている。ああ、あなたですか。竜害の調べのため、物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい。咳と共に出たものです。血の色が、わずかに淀んでいるような。しかし、これだけでは定かには。できることはあるか。竜害にかかった者が吐いた血の塊。それがもっとあれば、より詳しい調べをできます。竜害にかかった者がいれば、当たってみよう。お願いします。では、また。私のことはいい。母を。血をもらうぞ。Ah!
お主とクロウ様の幻を見た。幻？ああ、クロウ様は今はどこにいる？アシナの城、その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが城の門は閉じられています。そうか。狼殿、よく参られました。
手に入れた。血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかに淀んでいる。だがこれは、足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。死体はまだわかりませんが、あなたの体は世の断りから外れているようです。返事あれば私のところへ来てください。わかった。ではまた。
Thank you.
とたびは退けたが、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が血を、竜院の力を利用するというのですか。いかに力を得るため、痛みも恐れも忘れ、戦い続けるの。私は、人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見ろ。もはや尋常の術では、アシナは守れぬのだ。私は、源一郎殿ほど強くはなれません。何をなすべきか、未だわからぬのです。あれから随分と経つ。待ったとて無駄なことだ。Boom.